20% 登攀路、中級スキーコース並み、ここでやっぱり GTR どんな性能かっていうのは画面見てお分かりいただけたと思います。今日のテストは全部 VDC をオンにしてやってます。それは皆さんが日頃お使いになられる状態でやっぱり車をきちんと比較する、やっぱり各社特徴出てましたね。でスポーツカーの Z って重心高低いしリアタイヤが駆動力あるんだけど、やっぱり二輪駆動なんで4つのタイヤのブレーキを離して二輪駆動の駆動力だけに頼るとやっぱり後ろに下がっていっちゃうよ、こういう現象を起こしますし、 SUV の FX やっぱり重量がちょっと重くて高いところにありますから、それからトルクコンバーターのオートマチックですから、スタートするときにトルクコンバーターがちょっとこうルーズになる分だけちょっと下がって、それから上り出す、で上り出すと今度重心高が高いからリアタイヤに荷重が移るんで前のタイヤがスリップして VDC がちょっと入って、それから加速して入っていく、こういうやっぱり上る時の癖がカメラの中で綺麗に出てたと思います。 GTR 機械クラッチですから、ヒルアシストが離した瞬間もう機械クラッチがグッと掴みますから一瞬下がるっていうのがないんですね。下がらずにそのまんますって登れる、ですから最初の走り出しがすごくグリップがいい、これがやっぱり PM パッケージの特徴の一つなんですね。雪道でのロードホールディングはどうだろう。雪道のコーナーで GTR がどれだけ路面をグリップするかを試すためにインフィニティ FX とフェアレディ Z とともに直径80メートルの円を徐々に速度を上げて周回してみよう。定常沿線回、これはやっぱり最初は VDC オンで回ってます。皆さんが街で使われて大きい高速コーナーを雪道ミューの低いところで走った時に車ってどんな挙動を起こすんだろう、やっぱり PM パッケージで前後にギチッと荷重が乗って、それから4つのタイヤが縦荷重、上下の荷重できちんと押さえてスタッドレスタイヤがきちんと雪を潰して走る、こういう GTR の姿。FX の場合やっぱりものすごくスポーツ SUV でもともと高速の雪道の性能は定評があるんですが、でもやっぱり姿勢が高くて重心位置が変化するってことでああいうグリップアウトしていく。 Z 二輪駆動ですからやっぱりバランスはいいんですが、最後やっぱり駆動輪とハンドルを切る前輪とのバランスの崩れからグリップアウトしていく。VDC オンで3台並べていくと、やっぱり VDC っても魔法の道具じゃありませんから、車にはやっぱりそれぞれ制御の限界ってあります。それが駆動方式の差、車型の差でどんな特徴が出るかっていうのを見てもらいました。それからその次には VDC をオフにしました。車速を同じにしながらどの車からやっぱり VDC オフでグリップアウトしていくかっていう、こういう一つのパッケージのバランスを見てもらいました。